みなさんこんにちはこんにちは初めての方もいつもの方もラジ歴を聞いていただきありがとうございます歴史大好きな私リートンと好奇心旺盛なソッシーでお送りしている思わず誰かにシェアしたくなるそんなゆるい歴史の話ですそれでは本編をお楽しみください今回はイスラム教の勃興期の話をジハードという言葉の概念整理を通してお送りします 血と硝煙の匂いがする不確実で不安定なこんな時代だからこそ今回の話を聞いて僕は自分の内面に思いを馳せています最後までお聞きください今日はね最初からこう歴史の話をしっかりとしていきたいなと思うんですけれども、えー、イスラム教はいこれの始まりについてしっかりと語っていこうと思うんですけれどもはいイスラム教 まあ何回かこのラジオ歴でも取り上げていますけれども610年610年年頃にムハンマド預言者ムハンマドという人が神の啓示を受けてそこからイスラム教というのがスタートしてきたということなんですけれどもまず預言者預言者,預言者これは言葉を預かる人と書いて預言者まあごめんなさい言葉を預かった者ですね人じゃなくてものと書いて預言者 だからあらかじめの預言者あらかじめ予言するの預言者とは全く別物で、はい、言葉を預かる、うん、誰の言葉を預かったか神,そう神様の言葉を預かった人が預言者なんですね、はいうん、でイスラム教においても過去の他の一神教と同じようにユダヤ教の預言者や、えー、キリスト教の預言者 である、はいえー、イ,イエス、キリスト、はいまあ、キリストだとちょっと違うな、イエスについて、はい、イスラム教でもイーサーっていう名前,とし名前で、預言者の一人として、はいえー、カウントはしてるんですね。ただ、キリスト教と違って、イスラム教ではイエス、イーサーはあくまでもワン・オブ預言者でしかない、はい、預言者の一人ではあるけど、こう別に彼がすごい特別な意味を持ってるわけじゃない。うん、で最後に出てきた ムハンマドさんこれが最後の預言者として出てくるんですけれども、はい、なぜ彼が最後にして唯一で絶対的なものかというと、まあ、神様の教えが歪められているといろんな神様の預言者っていっぱいいるんですね。はい でこう例えばあのモーセの十回とかって聞いたことあります。はい、であれユダヤ教の一番最初の方ぐらいに出てくる預言者の一人にモーセという人がいて神様から十回を預かったと、はい。ところがその後いろんな預言者たちが出てきたりとかしてこうあるいは神様の言葉が正しく残っていないせいで何が本当のルールなのかよくわからないと。例えば 我々も日々生活をしていていいろんんなルールーあると思うんです <はい S 2> でもそのルールっていつ決めたのいつ決められたのって何のために何のために <はい S 2> シュレッダーを使うのにいつどのタイミングでっていうことを申請しなきゃいけないとか<は>いあるいはねあの桜を見るためにはこうどういう人が対象なのかというルールっていうのがだんだんどんどん,どん,どん分かんなくなってきちゃういうそういう時にまあルールの交通整理しなきゃいけないよねっていうことってある。 と思うんですよ <うん S 1> でそれをこう宗教の中でもやらなきゃいけないというタイミングだと神様が感じたのが610年それがまあムハンマドのムハンマドに対して <はい S 1> お前これが正しい新しく差し替えた一番大切なルールだからこれを整理してみんなに伝えるんだ <はい S 1> っていうことでムハンマドのこう宣教 <はい S 1> 布教活動っていうのが始まっていくわけなんですね <はい S 1> でその中でこうイスラム教の布教 活動ですごく大切なキーワードが「うん、ジハード」ジハード,ジハード聞いたことありますジハードってありますなんか攻撃的なお攻撃的な,なんか戦いっていういちょっとそういうなんかあれ来るようなそんななるほど。アグレッシブなイメージがある、ね、っていうことですよね、はい、で、まあ、そのイメージというのは一面において正しくて一面においてまあちょっと誤っているっていうところがあるんですけれども、はい、なるほどジハード としてまず、ジハードっていう言葉は結構、最初の方から使われているイスラム教において重要な概念の一つなんですけれども、最初にムハンマドがこう布教開始した時どうだったと思います、爆発的に信者が増えたと思います、最初。 最初はめちゃくちゃ苦労して、<はい S 2> もう迫害につく迫害だったりとか、もう道歩いてたら石投げられたりとか、メンバーも全然こう増えなくて、もともとメッカですね、アラビア半島のメッカで、布教活動してたんですけれども、そのメッカという土地というのは、多神教の土地で、いろんな広域の,の中心地だったので、いろんなところからいろんな人たちが来るわけです。 だからいろんな人たちの神様がどんどん建ど立んどんされていって、今、イスラム教の聖地の一つであるメッカのカーバ神殿というところがにはたくさんの偶像、神様が置かれていた当時はでそれを全部否定するような発言なわけですよ、神様は一つだ、ムハンマドの発言はただそのムハンマドに対する迫害というのが非常に厳しくなっていったわけなので、ジハードというのは最初はその抵抗する っていうことではなくは <い S 1> その相手をこう攻撃して倒すということではなく自分の内心を清めていこう,う <ん S 1> 自分の内心を努力して変えていこうっていう内面のジハードから始まっていってるんですね。<はい S 1> でそれは社会的誠意だったりとかこう憤りって感じることってあるじゃない,<は>いななななぜ世界はここんんにに不平等なんだろううみたいいりに対して 克服していこう自分の内面を磨いていこう,う <ん S 1> 社会的正義を,とを社会的正義を達成させていこう,う <ん S 1> こういったことがジハードの本気的な部分として出てきたわけです,ですねところがまあその迫害もどんどん迫害ひどくなっていき<は>いまあメッカでこのままいると難しいっていうことになり6 2二年610年ぐらいからこう布教活動した12年後にヒジュラっていってこうメッカからメディナ の方にこのままだと迫害で命の危険までなると、そこからこう移ったあと、ムハンマドが拠点をメッカからメディナに移したと、はい。でその移したあとからこう徐々に徐々にそのジハードの中にももう一つ新しいジハードが生まれてきて、うん、はい、剣のジハード。要は戦わそのまま無抵抗で、はい やこうやっていくっていうことには限界があるし時にやはり自分の身を守るためあるいは自分の正義を貫くためには力が必要だということで剣のジハードの部分が出てくるわけですでこうソシの言ったそのアグレッシブとかこうちょっと怖いとか攻撃的っていうところはまさにこの剣のジハードの部分ここがすごく大きい印象としてあると思うんですよねで実際イスラム教の布教が こう爆発的に広がっていったところっていうのは、最後は力による部分なんですよね、この剣の力でどんどん拡大していき、うん、632年にはムハンマド、亡くなるわけなんですけど、はい、その前に、えー、ムハンマドはメッカを力で制圧し、うん、アラビア半島全体を制圧したと、はい、メディアに移った後もう一度メッカに、ね。メッカに、メッカをこう征服して、はい、拠点を移しただけであり、うん、それで。 こうイスラム教としてアラビア半島が統一されていき、うん、でその後、ムハンマドの後継者たち、はい、まあどん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 領土を広げていき、ペルシャ、今のイランですね、イランの方まで行き、うん、で北アフリカからイベリア半島まで行き、うん、でこう今のトルコの領域、や中央アジアっていうところに進出していったと、こういった爆発的なこうイスラムの征服って言われるような。 大きいいい活動をしててた部分についてはやはり、その県のジハードの部分というのは非常に大きいんですけれども、ジハードという言葉、それ自体っていうのは、やはりイスラムの教えの根幹であるまあ人類皆平等で、神のもとにはみんな平等で、預言者、ムハンマドですら別にワン・オブ・ヒューマンなんだという、こう、特別な。 存在ではないんだっていうようなこういった平等のところとか社会的正義どういうふうに戦争孤児をこう救っていかなきゃいけないのかとか社会の分配富の再分配分配っていうのがどうあるべきなのかこういったことを果たしていくことも立派なジハードであって。いう側面が やはりあのイスラム教の布教が爆発的に大きくなってたっていうところに、うん、やっぱり、剣の力、はい、この戦争の力っていうのが非常に大きく、うん、でさらにこの21世紀に入って9・11テロとかいろんな。 うん、こうイスラムの過激派の人たちによる、はい、まあこの前もあのバングラデシュのレストランの襲撃事件の判決出てましたけれども、いろんなところで暴力と今、結びつけられて語られてしまっているんですが、はい、やはりその暴力に向かう前、迫害を耐え忍ぶときに、自分たちの心を磨いていこうっていうこの内面のジハード、はい、そして社会的ジハードっていうところに、 こう徐々に徐々にやはりこうイスラム教徒だけじゃなくまあ僕らもね日頃やっぱり考えてるわけですよ、僕なんかはもうどうやったら阻止がこう社会的に認められ平和が成り立ちこういい世の中になっていくのかということねあの日々、青空を見ながらあるいは夜空を見ながら僕は考えてるわけです。そううすそれはジハートだととうういうことですなるほど そのの内面のジハード社会的なそのジハードっていうのは、まあ、今、この時代で結構その戦い的な文脈で使われること多いですけど今の時代もあるん ってことなんですよねそうそうそうだからそのソッシーが今質問してくれたところについて言えば <はい S 2> あの内面のジハード社会的ジハードというのは県のジハードともに常に並列してあってもともと県のジハードというのが出てきた後も内面のジハードこう社会的ジハードというのは当然残り続けてやってるわけなんですけどどうしても教科書とかあるいはニュースこういったところに 県のジハードの側面、これがクローズアップされて出てきてしまって、内面のジハードについては、やっぱ個人の問題になってくるし、社会的ジハードってなってくると、内政とか政治の話で、ジハードっていう文脈というよりかは、いい政治をしてくれたねっていう形で語られてしまうので、なかなか、ジハードっていう側面ではクローズアップされないんですけど、表に出てきやすくないんですけれども、ジハードという概念に、 の中に、えー、内面のジハード、うん、社会的ジハード県のジハードというもの、うん、この3つの側面があるということは昔から変わっていませんね、うんうん、なるほどそうすると僕ジハードって言葉をだいぶ勘違いしてたなっていう印象を持ちましたしジハードって言葉を通じてイスラムの歴史改めて理解したなっていうそんな気持ちになりましたラジオ歴史小噺おあいでリートンとソシでした